と、いや、やっぱ軽いわ。新大和青からちゃんツトン行きましたね。まあ今日出会い役だけど。これ一応 G2 3回目なんですよ。ちょっと挙動的に高設定っぽいんだよな、動きは。振り分けとか特に出てないんですけどね。G2 での勝率白でも 40% あります。あ、てか白が1、白は勝率高いんだ、上がんない方が。青に上げちゃうと 19% あります。はい、じゃあまとりあえず行きましょう。 G2 もういっそ白でいいぞ、何もしてないなら。中途半端に何かをしない。あ、来ちゃった。青になっちゃった。上がっちゃったよ。じゃあ何か引いてくれ。引いたじゃん、引くれ。あ、それかショットガンだからベル対応だわ。あ、ちょっと待って。黄色なんで 28% ですね。いけないことはない。おーら、あーら。あら、クレアちゃん、よい、はい、行きました。お、突破しました。一発目でやる、やる。それやってれば負けないですもんね、その感じで入って。そうですね、これ自力だ。いや、多分おそらくこのウィン画面でタッチするとなんか喋るときと喋んないときあるんですけど、なんか天井スターだと思ってるんだよな。よし、当たりました。66ゲーム、一発目のチャンスゾーン取り出しました。お、赤い、これ取れてるでしょ。ゴー、ほら。楽しそうだな。楽しい、木くん楽しいですよ。上乗せの観点です。スロットで興奮した時の感じ好きですわ。うわーみたいな、嬉しくなりますわ、こっちまで。いやー、楽しそうな。あ、赤い、そうです、乗ってるんですけど。お、しかも20ゲームでか。いやー、ほんとバイオ面白いんですよ、マジで打ってほしい、目的に。もう、今日は周りは赤なそうっすか。今日はですね、赤なそうですね。あ、次パンデミックチャンスまで行ったらモックにやってもらいます。パンデミックチャンス、装飾です。いや、いい音。ちょっと変わってるんですね、音ね。そうなんですよ。もう一回行かないかな。あ、行かないか。20ゲーム変わったんですよ、音ちょっと。いや、おもろそう。はい、お楽しい。たまにね、この赤いのがなんかカップインバーンってでかい時あるんですよ。そういう時増殖します。あー、また20ゲームなんだって。結構乗っけられたところです。それが乗ってるかどうかは後のペース。あ、またグーグーした。80ゲーム上乗せスタートなので、先にスタート読んでるので120スタート。え、なんかすごそう。いや、結構頑張れました。一応 AT 中のボーナス確率が59分の1です。あ、重いんだ、そんなに。重いんです。で、しかも大会ステージによって変わるのであれなんですけど、一応下水道なのでもドビーなので、外れでも10%ちょいぐらいあるかな。なくはないね。だいぶゲーム数消化しちゃったな。任務完了だな。あ、ホップン。はい。忙しいです。ああ、
ちょっと忙しいですけど、別に僕みたいなもんはいつだって何でも。はい。どうされました？やってもらおうかな。あ、なんかいいですか？あの楽しいところ？あ、行きます行きます。で、叩いていたり、そこはまだ大丈夫。そこは関係ない。はい、はい、ないです。はい、じゃあボタンを止めていただいて。はい、で今ブランコとかになってるじゃないですか。これ。何もない。はい、でそこは回避しなきゃいけないんですよ。ほうほうほう、次どっちが来るんですか？次左です。こう回るんですね。そうです、反時計回りになります。で、そこのブランコ姿を回避するには15枚ベルを引かなければ大丈夫です。なるほど。はい。じゃあまたこれ引けばいいんですね。そうです。それか、はい、ベルか、リプレイか、レア役を引いていただければ大丈夫です。わかりました。とりあえずね。やめて。よし。あ、OK、OK。で、ここでリプレイ、レア役。まあ、もしくは15枚ベルを引かなきゃだ。これは引いた方がいいですか？15枚ベル引いちゃうとボーナス始まっちゃうんですけど、でも完成させたままいけるんで、まあ、引いても OK。 OK です。できればリプレイレア役を引いて完成させる。おし、リプレイ狙いますわ。お願いします。来い、リプレイ。ダメ出んな？ OK？ 完成できず。ダメですか？ダメです。もうダメなんですか？はい、まだ、でもここはダメだったんだけど、次ブランクとかだ。で、ここも回避する。 OK です。やめて。よし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 。うまい。で、ここを完成させる。これは絶対欲しいですか？まあ、全部欲しいです。よし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 。よし、わかりました。頼む。おいで。おいで。リプレイ。完成して。ビョーン。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと俺、そろそろ完成させないと息できないんですね。ちっちゃくなってるから、肺が潰れて。いくら？ああ、下手っちょだ、一番ダメだ。ごめんなさい。息できなかっただけだ。もう帰る。楽しかったですわ。楽しかった。ありがとうございます。ごめんなさい。人より多くね、多分引き強くなってるかなと思ったんです。まあ、こんなことはなかった。ああ、なんか嫌なこと言ってる。嫌なこと言ってるの聞こえた。意地悪なこと言ってた、今。どうでした？バイオ。バイオですか？はい。え、もう今すぐにでも打ちたい。面白かった。これだけ。もう一回やってるか。お、いいね。2連続月水道だ。ボーナス終わってからのステージが大事で、大体警察が行っちゃうんですけど、月水道ステージとかが多い場合、カエティレベルが高い可能性があります。お、早い。まだ2回目なんですけど。行ったね。はい、研究所行きました。上から2番目のステージです。外れでも 30% あります。想定です。難しい。あのパターンむずいんだよな。
るパターン苦手です。もう出玉持ってんじゃないですか。そうですね、なんだかんだ1000枚ぐらいは。すげえな。俺もなんかえーって感じで冒険で秘宝殿飛び込んできましたけど、はい、ちょ冒険に出ただけですね今のところ何も得てない。わー強い、カットイン来た、レオンカットイン、あー行った行った行った、おーすげえ、行きました。すげえな、当たるかある56ゲーム当選です。楽しそう。チャンスゾーンプロかもしれない。1回目下手だったけど、だけどそっからなんかずっと早くないですか、ね、なんか一発で成功できてます、ね、急に急にうまい。あ、それやった。偶数秘策ショーで、2位否定で、2位否定です。おあるんじゃないかな。おー、研究所スタート来た。強い、これは強い。ハズレでも 30% ある。え、マジっすか。上から2番目のステージ。あ、さらに上あるんですね。カリマッタスツゴっていうステージが、紫のステージがある。外れがたまりまして、そうですか、 30% ありますからね。どうなの、長いよ、長めだね、長めですよ。これ当たってる、当たってる、おし、いい音、よいしょ、やっと箱使える。これとりあえずもらっとこっか。はい、いただきました。とりあえずもらっとこうかね。で、ここは突破したい。 D ウイルス1個だとどうしようもないんだよな。はず、はずれ、あー、ナイスレア役。 OK、 ここでレア役すると必ずゲーム数乗ります。オッケー、いいね。で、ここどっちでもいい、完成させよう。いけい、ナイス。これリプレイだったら最高。うわある。で、これここで15万役引けたらプレミアムボーナスいけます。え、なんか大変なことになってない？大変なことになってます。頑張れ、頑張ってください。ここで15万頼む、もう始めてくれ。スタートしろ、お願い、プレミアムやらせて。ああ、わからんいや、まだもう一周耐えられれば、もう一周耐えられる自信ない。いや、でもこの調子ならいける。ああ、いや、まだ、ああ、ダメだった。スーパーですね。いや、惜しかった。スーパー、スーパーです。あ、え、けどスーパーは何が優遇なんすか。2つ感染させてる状態です。ああ、なるほどなるほど。今7ぞろいコンパクト D ウイルス
ープなんで7揃ったら7増殖する可能性あります。おーおーおー、ボーナスが増殖ってことかです。僕も今ちょうど、はい、天井行きました。お663踏みましたわ。おなんとか、なんとかで、これ終わった後に3分の1です。伝説ロングに行ってるかどうか、リプレイね。これ増殖するかもしれない。おー来た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 、ナイスディール。もう一回、あ、行かない。で、あの7は高確率なんでね、高確ハップなんでね。なんかすごいことになってないですか。あー2個でも2個、ボーナストップ2個、とりあえず2個。もう1回レベルアップ。あーカット。あーレベルアップ。でもちょっといいカットに出てくんない。来た来た来た。おレベルアップ、レベルアップ。これで4つですね、ストップ。すごいな。で、その消化中のボーナス4つの間にも何かあるってことですよね。これ4つ毎回またパンデミックチャンス。え、すごっ。そうなんです。やります。いや、大丈夫。これさすがにあの自分で頑張る。自分で頑張る。リプレイで、あ、スタートしちゃった。いや、でもいいですね、ゲーム数なんで。ちょうど700回転、投資2万8000円です。いやー燃えた。いやプレミアム取れるかもしれない。あの時は燃えた。でこれで7が自動停止して、まずはボーナスで、そのボーナスが終わった後に、恩恵が取れてるかのジャッジがあります。これがとりあえず最初の入り口のボーナスでも、これはもう小物ボーナスなんですよ、正直。さあ伝説ロードいきます。これがそのここで秘宝チャンスを当てるんですけども、ナビなしのリプレイで転落抽選をしてます。ナビなしリプレイを引いちゃダメで、レアクトから突入抽選してます。危ねえな、やめろ。左ファーストしょうがないとして、テンパらないで。あーまたそのパカパカっちゃうか。ゲーム数が一番欲しい。これ取りたいですね。これ取ったらさっきと一緒。頼む。あー理由いるス1個はいらない。もう一回耐えていこう。もう一回耐えよう。はい、 OK リプレイ。まだ涙しリプレイ引いてないんで大丈夫ですね。引いた。でも本当やめて。え？何してんの？次の台探してきます。弱いんですよ。うわー、ずっとこのパターンじゃん。全然なんかすごい難易度高いのを与えてくるじゃん。この1個手前が一番嫌だ。しょうがない。
一発目でダメだった。難しいな。うわ、あるよあるよ。クレアまで行ってたらある。なんでもない時に赤カットインは期待しますよね。来た来た来た、これはさすがに当たっててくれよ。2回目の強弱、2回外す方が難しいから。なんでなんで、あ、いつも通りいつも通り。なんで？なんで一発目から引いちゃうかな。ボーナスをね、やれ続けなきゃダメなのよこれ。あ、すごいな、ビッグ。オッケー。出るじゃダメだからね。僕は今この朝市から何もない状況でですね、はい、ガメラの前に座っております。ガメラ、はい、あら、あのタイのガメラです。はい、ちょっと今20分ぐらいまたねお散歩したんですけども、はいはい、まあ、とりあえず一回カメラ打とうと思って、でその適当なカメラじゃなくてまあまあいいです、ガスさんは5の数値ぐらいで。本当はちょっとどでかい花火をね打ち上げたかったんですが、あのこのままちょっと何もなかったら本当しょうもないなと思いました。とりあえず貢献しようと思って頑張ってきました。貢献してくれる、ありがとうございます。本当、はい、疲れます、そのテンションもう泣きそうでした。あー当たった、よし、スイカでいただきました。赤シャッターだな。あーすごい、もう今日水木さんしか映ってないです。はっ、リプレイであれ。あーベル、また D ウイルス。もうさっきからそれじゃない感がすごいんだよな。また D ウイルスさん。あっつ、なにこれ、レバーレ、なんか映画始まった。よし、当たりですね。この、ギャウス否定か。よし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 。さあ、当たりは早いんだよな、この台、めっちゃ。最大ハマりが380だもんな。軽い。そうなんですよ。で、今が、1500回転で9回目の当たりですね。で投資が32,000円。さあ158マジでとの目標法で笑えん、これレギュラーは。大丈夫大丈夫大丈夫だって、外れる。今日どうした、マジで全野球俺についてんじゃないの。マジかよ、レギュラー、レギュラー、ごめんなさい、昇格しねえかな。あと何ゲームですか。あと10ゲームです。このこんなこと俺が今日言えねえけど頑張れ。あと10ゲームしかない。
フリーズ、フリーズしました。奇跡的に刺さってくれなかったか、このジャッチリ。ああ、終わっちゃいました。1400枚。ああ惜しかったな。あ、ゾンビさん通ってた。水木さん、あのレギュラー中にフリーズしたんですよ。で、1万2000分の1から5000分の1です、一応。やったー、ビッグだ。それ起きるとビッグだけど、恩恵は多分ビッグだけかな。あれ、これガメラ積もってんじゃねえかな、さすがに。それ良さそうですね。はい、ガメラ単品で入ってるとか。お、ガメラ飛んでったぞ。さあ、今のスイカじゃなくて、なんだ、ギロンか。ギロンからソックスね。でかい。さあ、最終セット。バルゴンか。ちょっと厳しいね。お、そう。厳しいからレアク引けばいいよ。さあ、だから509枚で終了。あ、500枚出てる。本当に500枚か。まあ、これあと2回やったらマクリスもね、いけそうな気がするぞ。熱っ。さあ、夜になった。次ガメラならよし、行ったんじゃないか。さあ、早い。82ゲーム。これがビッグならもう1000枚よ。え、1000枚これがビッグなら。お、頼む。よっしゃ、ビッグだ。よっしゃ、1000枚出た。すごい、モック。よしよしよし、盛り返している。早かった。よしよし、これであと1回でトントン。さあ、527枚終了。合わせて1000枚ぐらいですね、今。では、モック。はい、お先にやめますね。はい、じゃあプラスです。ありがとうございます。僕もうちょっとだけ打ちます。 OK です。じゃあ店内見ましょうか。ファンキー2台560番台から、あ、こっちに流れてますね。そういうことか。マイジャグ4台、ファンキー2台の6台ですね。こっからこっち2台、アイム、ここ513から508まで5台ですね。またベニー型真ん中からかな。真ん中からなのか、ベニー型左、一番左から、カバネリまでなのか、ここまでなのか、ちょっとわからないな。あとレースここの並びかな。ベニー型、マサムネ、カバネリ。このアクエリオンがいいんですよね。あれ単品っぽいですね。多分だけどアクエリオンこの台単品、鬼武者角台単品とかかな。前もなんか三大設置機種、少数機種系は単品で1台入ってたんですよ。この感じかなと思います。アクエリオン、鬼武者は単品で、ワンチャンだからそうなると犬夜叉も単品で入ってるのかなと。リング4、5出てるって言ってたな。なんでリングから G1、 鬼浜、反逆は直撃引いてるみたいなんで、
で楽園追放、ケモフレ、ケモフレまでかな。ここが一箇所当たりだと思われます。三浦市祭り2からモンハンゴールド黄金ですまでの6台で、絆がこれ6択ですね。絆はいつもなんか単独で入ってるんで、今回も単独っぽいですね。私あともう一箇所個人的に怪しいと思ってるのは、そこのアイム2台から島唄4台です。今言った5箇所が並びの場所なんじゃないかなと思います。というわけで最後の最後まで勝てるか勝てるかってとこまで行きましたが、あと1回のビッグがどうしても引けなくて、ずる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 行きましたが、もうこんな感じ。閉店まで打ちてえなと思うガメラでございました。お疲れ様で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 した。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エンディング行きましょう。しっかり。はい、いいです。結果からいいですか。結果、あの先に僕言っていいですか。なんで？プラスでしょ。まあまあまあ。ね、遅れてきたのに負けて。うん。うん、そんなんない。いや、まあその、ね、あの黒い目で見ないで。その黒目ばっかだから怖いからもう行くわ、どうしよう。ちょっと使っちゃいまして、はい、いろいろ探してね、うん、まあ立ち回ってましたもんね。32本で46枚貸しなんで、はい、1472枚、はい、まあまあ行きましたね。だけど最後、うん、ガメラ多分積もって、積もってた、高設定には多分たどり着きました、多分ついてた、はい、うん、で、回収が706枚でマイナスの766枚でございました。はい、じゃあ私いいですか。はい、バイオ1日打ちまして、はい、投資まあまあ行きました、はい、私も23本1058枚です。お、はい、で回収1770枚なのでプラス712枚でした。え、712枚、はい、もっくん計算しなくても分かってるから、うん、マイナスだから、2人でマイナスなのよ、うん、足りてないのよ50枚ぐらい。投資ごまかす2000円じゃごめん毎回ごめんもっくんどうしちゃったの。いや本当に前回来ないなと思ったら、あのね、多分ですよ、うん、僕2回前5000枚出したじゃないですか、はい、奇跡のね、まあ、あ、そうね、まあ、ちょっとそういうことにしましょう、奇跡の5000枚出したじゃないですか、うんうん、だってそれまで全敗だからね。調子乗ってた多分調子乗った結果がそう、まず朝起きれなかったバカっちょ優しいって殴ってくれ殴ってくれよバカっちょ優しいってまあやってしまったことはしょうがないので、はいはい、まあ、次回新サンタテンさん、はい、あの3連続負けてますんで、もっくん、あのあれでしょ、膝焼いたとこでしょ俺がよく覚えてます覚えてる、痛かったもんだってやけどしたって言ってたとこ、うん、じゃあまあとりあえずそこで勝って年内最後の極み関西バージョンですね。それがそうですね、それ勝ってちょっと来年に向けて弾みつけて終わりましょう。そうです、終わりましょうってか終わりますすいません名前切って終わりますはい、じゃあまあ、はい、次回、はい、新サンタテンさんで一緒に朝から一緒に頑張りましょう。はい、来、はい、ます、はい、絶対来ますじゃあ今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。すいませんでしたまた次回お会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。ほらもっくん手振ってよ。はい、ありがとうって。ありがとうございました私も好きな番組がいっぱい。チャンネル登録お願いします。